おはようございます。町長の太田です。今月はふるさと納税森町ロードレース大会その他のイベントについてお知らせします。はじめにふるさと納税についてです。平成30年4月から12月末までに森町に寄せられましたふるさと納税は2917件8797万円です。平成29年度は2747件6680万円でしたので、すでに昨年度1年分を大きく上回るご寄付をいただいています。森町では総務省から示された基準を踏まえ、常に新しいものを加えるなど随時返礼品の見直しを行っています。改めてご協力をいただいています町内事業者の皆さんにお礼を申し上げますとともに、引き続きふるさと納税を推進することで森町と森町の特産品を全国に PR していきたいと考えています。次に森町ロードレース大会についてお知らせします。3日日曜日に早春恒例のイベント第48回森町ロードレース大会が開催されます。コースはハーフ 10km、 5.3km、 3km の4部門で、スタートはハーフの部が午前9時30分、 3km の部のうち一般が9時40分、小学生と小学生に同伴する親が9時45分、10km の部が9時55分、5.3km の部が10時10分です。いずれのコースも文化会館付近をスタートし、文化会館駐車場がゴールとなっています。今年も町内をはじめ全国各地から2531名のランナーを迎え、盛大に開催します。参加者の中には70歳以上の男性ランナー91名と65歳以上の女性ランナー34名もいらっしゃいます。この大会は町民や中学生高校生地元企業等のボランティアなど約480人のスタッフで運営されます。多くの皆さんのご協力に改めて感謝申し上げます。また当日の午前中は交通規制などでご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。皆さんも沿道からぜひランナーに温かいご声援をお送りください。続いてその他のイベントについてお知らせします。森町商工会青年部主催の第4回エーラ森コンが10日日曜日にアクティ森で行われます。4回目の開催となる今回は、世界で一番素敵な恋をしようと題し、素敵な出会いを見つけるイベントが盛りだくさんとなっています。ちなみに前回は過去最多となる12組のカップルが成立しています。9日10日の土日には森フットボールクラブアルゴス主催の第23回石松カップカワセミカップ争奪森 FC 招待少年サッカー大会が町営グランドで開催されます。県内外から小学4、5年生で構成する24チームが参加して、冬の寒さを吹き飛ばす熱い戦いが行われます。寒さ厳しい日が続きますが、風邪などひかないように体調管理には十分気をつけてお過ごしください。